皆さんこんにちは。ようこそカップケーキ中毒のチュートリアルへ。今回はバタークリームフロスティングのレシピをご紹介します。軽くてふわふわ、絞り出しに最適なフロスティングです。今回必要な材料と道具をご紹介します。スタンドミキサー、アタッチメントはウィスクでもパドルでもいいです。ゴムベラ、今回はアイシングミクスチャーを使いますが、粉砂糖を使うこともできます。無塩のバター、バニラエクストラクト、バニラエッセンスでもいいです。バニラエクストラクトの方がいい匂いがするので、こちらをよく使っています。大さじ2杯分の牛乳、すべての材料の分量は説明欄で確認してください。まずバターを混ぜます。ボウルに入れてあるバターをふわふわになるまで高速で5分ほどミキサーにかけます。バターがクリーム状になるまで5分間ミキサーにかけました。バターをしっかりミキサーにかけること、これが今回のレシピのポイントです。ここには時間をかけてください。こちらがミキサーにかける前のバターです。黄色ですね。そしてこちらが5分間ミキサーにかけたバターです。白っぽいクリーム状になるまでミキサーにかけてください。ミキサーにかけた方を指で触ってみるとふわふわ感がわかると思います。ではこれにアイシングシュガーを何回かに分けて加えていきます。1回にだいたい1カップくらい入れてください。バターとしっかり混ぜ合わせます。アイシングシュガーを入れるたびにミキサーのスピードを低速にします。バターに混ざる前は飛びやすいのでスピードの調節をしてください。では始めましょう。アイシングシュガーを全部入れ終わってから高速で約5分間ミキサーにかけました。これでバターフロスティングの出来上がりです。スプーンですくうことができるふわふわで濃厚なフロスティングができました。見てください、このくらい固く出来上がります。これを絞り袋に入れればすぐに絞り出しができます。これでだいたい12個から24個のカップケーキにフロスティングを乗せることができます。フロスティングの絞り方を説明した動画もチャンネル内にあるので、ぜひご覧ください。説明欄にリンクを載せておきます。ご覧いただきありがとうございました。